実はちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷、え、元気がないって。そんなこと、来てくれてありがとう。うん、まあそのあれよ、元気がないっていうかちょっと行き詰まりを感じちゃってる。あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん、このままだと、と情けない話、今のリベリオンズじゃこの子たちを保護するのでいっぱいいっぱいでさ、これ以上被害が増える前にこの子たちを、デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私デジモンたちを保護して元の世界に返してあげれば、まるっデジタルワールドがそんな状態じゃ返してあげることもできないし、一体どうすればいいのか。そしたらオメガモンがね、他のロイヤルナイツをさ、次元の扉が開いた時にロイヤルナイツたちはこっち、今はそれぞれに思惑があるんだろう。おのおの身を隠している。この東京かエデンのどこかに彼らを探し出し説得に当たる。人間を滅ぼそうとしている連中の説得は困難だとしても、彼らとは異なる道を模索する者、迷いのある者がロイヤルナイツの中には、彼らはきっとノキアの強い思いに呼応してくれる。ロイヤルナイツに従うデジモンは多い。一体でも多く我々の側に引き入れることで、そうなれば混乱も少しずつ。というわけでロイヤルナイツたちを探そう。っていうか出番っしょ、電脳探偵さん。君ならそう言うと思ってた。よーし、なんじゃ早速ロイヤルナイツの居場所を特定するためにデジタルウェーブ的なもののあれを調べだよね。京子さんまだ帰ってきてないんだもんね。君だけじゃもう、せっかくいないものは仕方ない。私が気配、そんなんで居場所が、我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大、作為的に気配を隠さない限りおおよその見当はつく。さすが、じゃあ最初からそうすればいいのに。とは言わないし思っ、おっと、早速気配を。向こうの方角って秋葉の方、そのようだな。リュークモンの気配がする。すぐに向かおう。君も向かってくれ。説得が通じなければ最悪の場合せん。you